何十年来の友人が結婚した。正直、かなり高望みで彼氏いない歴年齢を重ねててたんだけど、40過ぎて運命の出会いして結婚した。それは、すごく喜ばしいことで心から祝福した。お相手も彼女と見た目も中身も生き方もそっくりで、とても合ってると思った。二人ともそれまでいたしたことがなかったらしい。そして、年齢も年齢だから、二人で残りの人生を生きていくと言ってた。ペットでも飼おうと。ところが、45になりなんとする今、不妊治療を始めたらしい。検査は、すべて終わって、二人とも異常はなかったと。今日は、こんなことやったとか、逐一私に報告してくる。そんな私は、若いうちに子供を産み終わって、現在全員手が離れた状態。私は年をとって自分がどうなるかわからないから産めるうちに産みたかった。彼女は、高望みばっかりしてうまくいかず、自分は仕事に生きるんだ。子供なんて絶対にいらない。子供苦手とか言ってたじゃん。本当は、人一倍、普通の恋愛とかに憧れてたの知ってるんだ。だけど、もう私たち45だよ。っていうか、私の子供が来年結婚するのよ。運命の出会いに舞い上がって、あちこちに、のろけメールばっかり送ったせいで、友人らしい友人が私しか残ってないみたいで、本当に、逐一連絡が来る。そして、二人とも40過ぎての初恋人で勘違いしてるのか、自分たちを、20歳過ぎの若者と勘違いしてる。なんでできないんだろう。あなたにはすぐできたのにって言われてショックだった。考えて若く産んだんだよ。高望みせず、自分の顔を鏡で見たし、若い頃の苦労も二人で乗り越えてきたんだよ。絶対に言えないけど、なんでできないかって年だから。気持ちは22歳なのかもしれないけど、現実のあなたたちの体は45。まずは、その事実を認めてほしい。その上で挑戦したらいい。逐一、報告に、少しずつ、私への恨みみたいなものが混じり始めてて、病んできてるのがわかるから辛い。もともとはしっかりした常識人だったのにな。そのうち私が爆発してひどいこと言いそうだから、そうなる前に吐き出させてもらった。